すいませんね。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、私の名のもとでこうやってたくさんの方に お集まりいただきまして、とても嬉しく思ってます。ありがとうございます。私はここの長野市出身で、長野市のね、栗田っていうところに出身なんですけども、津田と同級生なんですけどね、年いったら怒られるかもしれないけど、1959年に生まれてます。でそれからですね、津田とは信州大学教育学部附属長野中学校、信大附属で一緒だったんですけども、その後ですね、私はこの長野をね出て東京に行きたいと思ってですね、で高校は東京の学校に行ってしまったんですよね。でその後ですね、またいろいろとありまして、東京の学校に大賞をいただいて行ったのはいいんですけども、子供の時から音楽やってまして、で私が行ったのは東京の国立のところにある東方学園というところね、東方高校というところに行ったんですけども、当時私立では東京では武蔵開成麻布次4番目ぐらいの学校で、そこに入ってですね、初めは真面目にこう勉強してましてね、ずっとその学校も幼稚園からこう一貫の教育なんで、高校から入ると、何名30名ぐらいしか取らないんで、一応一桁の成績だったんですけども、国立というところは結構ミュージシャンが多くてですね、でその影響で音楽の世界に入ってしまいまして、でなんていうのかな、ですね、スタジオミュージシャンやってたんですよね、高校の時に。で授業にまず出席だけ取ってですね、入っていった後に窓から抜け出て音楽活動してるってね、もう本当になんかとんでもない学生になってしまいまして、一人暮らししたんですけどね。で一人暮らししてますんで、音楽やってると、生活に乱れますよね、いろいろと誘惑もありますし。で、この分だとね、ちょっと自分の人生ちょっとダメだなと、ミュージシャンとしても、いろんな本当に素晴らしい人たちが目の前にいるんで、これはちょっと自分には才能がないと自覚しまして、ただ自分でどうやって這い上がっていいかこう分からなかったんでね、一番手っ取り早い、防衛大学校っていう学校がありまして、そこに行くとですね、頑張れば自衛隊でこう上に行けると、もう本当にね、そのところにそういう気持ちで、軽い気持ちで、防衛大学校に入りました。で入ったのはいいんですけども、みんな真面目にこうスポーツとかやってね来る学生が多いんですけど、私はそういった音楽やってて入ってくるもんで、もう感覚がずれてるんですよね。で防衛大学校っていうのは全寮制で、1年から4年まで、同じ部屋にこう住むわけなんですけども、一番最初に怒られたのは、各部屋で新聞取っていいんですよ、部屋ごとにですね。で、いろんな新聞取るんですけども、さすがにちょっと赤旗は取れなかったんですけども、そういう新聞配達、当番一番最初やれって言われまして、一番最初だからやり方が分かんないと。で新聞配達ってですね、私映画好きなんで、アメリカの映画見てるとね、こう自転車に乗ってこうパーンパーンって投げてくるじゃないですか。ああやって配るもんだと思ってまして、部屋の中にパーンパーンって配ったら、もう大目玉でですね、もういきなりそこから私の防衛大学校の学生生活が始まったんですけども、柔軟性がすごくあるんで、ふーっと馴染んでしまいましてね、怪我するとですね、2年生になった頃には下級生から、クライシスですけど、鬼クラって言われてですね、恐れられるようなもう嫌な上級生になりましてね、そのままこう いたんですよ。で、4年間の、学生生活を過ごしまして、で自衛隊の、陸上自衛隊だったんで、久留米の福岡のね、久留米の幹部候補生学校に行きました。久留米ね、いきなりだから1年生から4年生までいるんで、1年生奴隷ですけど4年生王様なんですよ。で王様の立場からそういう幹部候補生学校行ったんで、すごく鬼軍曹に鍛えられるわけです。でみんなですね、もう二度と久留米とか言ってですね、久留米なんで、そんな話をしてて、そういう中自分でいろいろ考えて、当時っていうのは、まだソ連がね、ちゃんといた国で、ソ連が仮想敵国だったんですよね。でこのまま自衛隊に行ってこう出世していくのが自分の本当になんか天命かなって真面目に考えたんですよ。いや違うと、もっと自分はなんか世のため人のために大きなことやるに違いないと、自分で勝手に思い込んでですね、でよくよく考えて、よしもうアメリカに行こうと思ってですね、で自衛隊を途中でこう中退してですね、退職して、
やっぱね、ボイラック4年間ちゃんと給料も出るし衣食住全部保障されてましたから、本当に税金泥棒なんですけども、皆さんに申し訳ないんですけども、まあ、そういうところで、まあ、周囲からこう止められたんですけど、まあ、それを振り切ってですね、あのアメリカに留学したのが1984年です。今から38年前で、どうせアメリカに行くんだったら今後アメリカでね、こう一番伸びるところに行こうと思ったんですよ。でボイラー学校っていうのは、まあ、地政学っていうね、まあ、最近よく地政学って言葉を聞きますけども、地政学を教える、まあ、当時唯一の学校だったんですよね。まあ、地政学っていうのはいろんな地理的条件から各国 の, あのこう、まあ、バランスを考えるんですけども、まあ、日本っていうのはね、四方八方海に囲まれているので、まあ、海洋国で、まあ、シーパワー、まあ、海が強いと。でアメリカもですね、あんなにでっかいんですけども、それこそ、まあ、太平洋、大西洋、メキシコ湾囲まれてますんでね、まあ、シーパワーの強い国なんですよ。でランドパワー、陸はどこかっていうと、まあ、今ね、いろいろと問題になっているソ連、ロシアですよね。まあそこはもうまあ、不登校とかあるんで、やっぱどっちかというと陸というイメージがあって、まあ、最強のランドパワーを持っているのが、まあ、ソ連だったんですよね。まあ、あとはドイツなんかもそうですけども、まあ、そういったバランスを考えて、で私はテキサス州のダラスが一番最強だなと思ったんです。なんでかというとですね、テキサス州ってアメリカのこうど真ん中にあるへその部分にあるんですよ。で面積は日本の2倍あります。広いんですよね。同じ州の中に時差があるんですよね。1時間違う場所もあるんですけども、で海岸線が591キロもあってですね、結構長いんですけども、そこに大型タンカーが入る港っていうのが11もあるんです。まあ、ヒューストンが一番大きいんですけども、でシーパワーを完全に抑えてるっていうところがテキサスです。でじゃあランドパワーはどうかっていうと、私のいるダラスっていうのは本当にアメリカのど真ん中なんで、24時間車で走ると全米の 37% に物を運ぶことができるんですよね。でこれが2日間になると 93% に物を運ぶことができるんですよ。まあ、これは高速道路ですけども、あとは鉄道もテキサスからどんどん全米に広がってますし、まあ、そういった意味で、まあ、ランドパワーを取ってるなと。でね、まあ、陸帰ってくると空はどうかっていうとですね、ダラスにあるダラスフォートワース空港ってのがありましてね、バカでかい空港です。ニューヨークにマンハッタン島ってありますよね。マンハッタン島がしっぽり入っちゃうぐらい敷地があるんですよ。だからどんどん拡張の余地があって、まあ、アメリカン航空っていうね、今世界で一番大きな航空会社 の, メインの場所になってますけども、まあ、コロナ禍の前は1日そこからですよ、一つの空港から一つの航空会社が1000便以上飛ばしてたんですよ。でしかもそのダラスフォートワース空港だけではなくて、ダラスにはラブフィールドっていう空港がありましてね、まあ、有名なケネディ大統領がその空港に着いて、その1時間以内にはちょっと撃たれてね、亡くなっちゃったんですけども、まあ、そのラブフィールド空港っていうのはサウスウェスト航空って言ってですね、世界で一番利用客の多い格安航空会社なんですけどもね、もうずっと創業以来赤字を出したことがないっていうね、面白い会社なんですけども、なんとですね、その会社っていうのはお客様第一じゃなくて、従業員第一主義なんですよね。そういうユニークな会社があると、まあ、そういう会社もあって、まあ、空も抑えていると。ヒューストンに行くとですね、まあ、ジョージ・ブッシュ・インターナショナルっていう空港がありまして、中南米の玄関口になってます。陸海空備えている州というのは、まあ、テキサス州、その中でもダラスが一番中心となるということで、1984年に私はダラスの方に留学したんですよね。でそこでまあ、よく言う MBA っていうのを取りまして、で、まあ、その後まあ、最初は旅行会社をやったんですけどね、まあ、その会社も真っ赤っかの赤字会社を、まあ、ちょっといじってですね、すごい黒字の会社にして、今ではアメリカでアジア系では一番、まあ、大きな会社になってるんですけどもね。まあ、その後に三井不動産っていうね、あれは知ってると思うんですけど、そこの米国の会社に入りまして、不動産の証券化ビジネスをやってました。ちょうどねバブルの頃だったんで、で日本にはまだ証券化っていうイメージがなくてですね、コンセプトがなくて、まあ、当時証券というと、まあ、大蔵省ってありましたね。大蔵省の管轄で不動産は建設省の管轄、まあ、その両省行ったり来たりして、そういうアメリカで
まあ、一般的な、不動産の国資化を日本でも売れないかっていうところでいろいろやってですね、まあ、売れることになりまして、で、まあ、私が関係しただけで三井不動産で2兆円以上物件をね国資化したんですよ。そういう経験から不動産をやってたんですけども、バブルが崩壊してあんなにたくさん切った投資家の皆さんがね、羊の群れが去るようにバーッといなくなってしまったと。お客、ね、お金っていうか、まあ、そしたら収入がなくなってしまうの でさて次どうしようかというところで、その証券化の時に、まあ、私日本のねいろんな富裕層の方たち、約250社ぐらい、関わらせていただいて、まあ、いろんな